マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートアーケードグランプリ VR、マリオカートアーケードグランプリ VR は、ニンテンドウのレースゲーム、マリオカートシリーズのアーケードゲーム版、マリオカートアーケードグランプリシリーズの一つ、バンダイナムコエンターテインメント開発、バンダイナムコアミューズメント運営。キャッチコピーは、このマリオカート、やばい。本作は、マリオカートシリーズにおいて、 初めて VR 表示に対応しており、主観視点でゲームが進行する。プレイ時には VR ゴーグルとヘッドホンに加え、両手にも機器を装着する。操作キャラクターはマリオ、ルイージ、ヨッシー、ピーチの4人で、他にクッパとワリオもレースに参加する。コースは1種類で、アイテムは緑コーラ、バナナ、ハンマーの3種類。従来のシリーズでは、 コース内のアイテムボックスにカートが触れることでアイテムを取得できる形式だったが本作では空中に浮いている風船にプレイヤーが直接手を伸ばすことで取得できる。またアイテム使用時には周囲360度で狙いをつけることができる。ありがとうございます。